皆さんこんにちは、カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、北海道中心に、活動しているご当地プロレス、北斗プロレス、北の都と書いてね、北斗プロレスという団体で、僕の全日本プロレス時代の後輩の、杉浦一世君がすごく頑張ってるということで、ちょっとね今日は応援していきます。応援しに来たらちょっとね、なんか懐かしい連中がいっぱいいるんで、なんかすごく嬉しいですね。はい、それでは行ってみよう。奥さん、ちょっと、奥さんすごいラブラブじゃないか、お前。何お前ラブラブなとこ今 SNS に上げてんだよ、お前。のろけか、お前。のろけてんじゃないよ、お前。いや、でも皆さん、疑惑は晴れました。何が疑惑だよ。すごいね、ラブラブ、ラブラブのろけてるんですよ。いや、まあ、疑惑は晴れて何よりです。頑張ってな。ありがとうございます。いや、いいよ、入っていい。よろしいですか。あのね、佐山選手は、あ、今はもう選手じゃないのか。そうですね、はい、引退しちゃって、前にね、川田さんの攻撃、ホーリーウォーで対戦した時があるんですけども、すごいいい選手で、惜しくもね、引退してもう1年ぐらいだった。そうですね、2年ぐらい。あ、2年ぐらい、はい、引退して、今何やってるの。今、市役所で公務員で働いております。すごい堅い仕事して、はい、頑張ってください。ありがとうございます。YouTube 更新しろよ、お前。いやちょっと友人がもうちょっと会社、自分でやらないとダメだよ。すごいっすよ。自分でやらないとダメだよ、奥さんのために頑張れよ、お前。はい、のろけてばっかりやがってるから。何のろけてんだよ、お前。いやいや、僕はもうあれですよ、宮本さん、ベッド壊したらしいじゃないか。何してんの。それはちょっとピーですよ。お前、あまりにお前激しすぎてベッド壊したっていう噂聞いてたぞ、お前。いやいや、お前、若いからな。いや、多分家で乱闘起きるんで勘弁してください。リングから乱闘起きるんで勘弁してください。お前、奥さんのこと優しくしろよ、お前。はい、かしこまりました。幸せするぞ。はい、はい、彼はね、梅沢菊次郎選手といって、僕の一茂組工業にも何回もね、出てもらって、実は一番最初の原点は、全日本プロレスで一緒だったっていうのなんですけども、なんか見ないよね、すごくでかくなったな。何キロ ?120キロぐらい。120キロ、あ、そんなんの。すごいね、なんかNHK のドキュメントでも見たんだけど、すごい頑張ってるね。相撲聞くと。相撲聞くと。今日は普通の梅沢菊次郎。梅沢菊次郎。梅沢菊次郎。今日楽しみにしてます。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、全日本プロレス時代にすごいね、可愛がってたというか、やってた後輩の杉浦一世君が東京に来て試合をするということで、まあ、一度ね、引退したんだよね。はい、まあ、引退して、怪我を持って引退して、彼はね、すごくハートもいい。で、すごくレスリングもめちゃくちゃ強かったの。で、先輩方はみんなね、一世君が強すぎて、あまりスパリングしたがらなかった。強すぎて、嫌がられてた。でそのぐらいの実力の、ね、ある一世君だったんですけども、今ね、北斗プロレスを中心に活動しているということで、今日は応援しに来ました。一世君、今日コンディションいかがですか。ですね、コンディションというか、まずですね、宮本さん言っとかなきゃいけない、僕は今日出ないんです。一世出ないの。今日は北海熊五郎さんという選手のマネージャーとして。マネージャーなんだ、はい、この北海熊五郎さん、この、ね、北海熊五郎という、はい、マネージャーとしてやってきてますんで、そこだけはマネージャーとやってきて、試合の時はじゃあマネージャーにつくと。そうですね、試合の時ただマネージャーちょっといろいろ大人の諸事情によりつくことできないんですけど。なるほどですね。、はい、ということで、じゃあ今日は熊五郎さんの応援という、はい、今日ね、楽しみにしてますんで。いや、ありがとうございます。ナイスファイトを楽しみにしてます。ぜひ、はい、楽しんでいってもらえればと思いますんで。ありがとうございます。はい、じゃあ、行ってみよう。
一茂チャンネル宮本一選手より激励賞が贈呈されます。前者終わって今ちょっと見たんですけども、一瀬くんのね、マネージャーしてるということで北海熊黒選手でもちょっと残念ながらね負けてしまって、バトルロイヤルメインイベントのバトルロイヤルもちょっと見たんですけども、バトルロイヤルでちょっともね負けてしまった、まあ、残念ですけども、すごいね北斗プレスすごく面白かった、うん、何が面白かったかっていうと、すごいなんかアットホームな雰囲気で、北海道をご当地としてやってるこのご当地プロレスということで北海道の中心なんですけども、なんかねすごくね温かい雰囲気がしてすごく面白かったですね、うん、なんか東京のプロレスとはまた違った、なんていうかな、すごく親しみが持てるというか、温かいなんか手作り感がねすごくあるような、なんかいろんな試合があって女子プロレスとかもあって、なんかね最初の第一試合での公開プロポーズまであったりとかしてね、すごくね面白かったです、うん、北斗プロレスね、また見に行きたいと思います。